ホワット・イフ選択の連鎖は2019年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。3組のカップルを描くネオノワールスリラーで企画、制作はマイク・ケリー、出演はジェーン・レビ、ブレイク・ジェンナー、レネーゼル・ウィガーなど。全10話のリミテッドシリーズで2019年5月24日にネットフリックスオリジナル作品として 全世界へ配信された。医薬品開発を手掛ける科学者のリサとその夫ショーン。会社の資金繰りに苦労するリサは、謎の女投資家案から、巨額の出資をオファーされる。しかしその条件は、夫、ショーンを一晩差し出すというものだった。ホワット、イフ選択の連鎖のキャスト。上段左からジェーン・レビ、ブレイク・ジェンナー、デーブ・アナブル、ダニエラ・ピネダ、レネーゼル・ウィガー。 2018年8月17日、ネットフリックスは本作の制作を発表した。本作は批評集積サイトの6点トマトズに30件のレビューがあり、批評家支持率は40%、平均点は10点満点で5.35点となっている。また、メトクリティックには10件のレビューがあり、過重平均値は57、100となっている。ありがとうございます。